テリー寿司屋の車の話始まりました。はい、寿司屋さん、鈴木あぐりさんと飲んだらしいですよね。いやもうさ、明日テリーさんとの番組収録なんだけどって言ったら、日本酒出してきて飲めとか言ってねえ、どこで飲んだの？本郷東大前の寿司屋なんだけど、すげえうまいから行こうよって、で、あいつんち青山でしょ、オレンジ六本木でしょ、全然違うじゃん。で、遠いんだけど、うまいから行こうって本郷まで行って、で、そこでアグリとこう日本酒飲んでたの、それでいつもだったら12時前には解散なの、で、俺がテリーさんの番組であるからもう先帰るねって言ったら、テリーさんは俺が言うから大丈夫だって俺、ね、だずっと日本酒飲まされてさ、謎仲いいんでしょ、あなた。仲はいいけど、え、何時まで飲んでたの？2時ぐらいまで飲みました、ね、今日朝何時に起きたの？6時それさっきね、メイクさんにマッサージしてもらってんですよどうしようもない男ですよ ねまあでも ね今度呼びましょうよ。そうだよね、どうですよ、番組呼びましょうよ、飲んでくれてんじゃなくてね。じゃあお願いしますよ。でも今日分かった。はい、何ですか？どんなに飲んでも、メイクさんがマッサージしてくれるだからそんなむくみたくない、そんな甘えちゃう。あ、ダメ、甘えちゃダメ、はい、そうは今回はですね、番組にゆかりのあるゲストの方お呼びしております、はい。あと今回ね、まあ、WRC に参加したと思うんですけども、まあ、世界の頂点じゃないですか、はい、まず、あのもちろんご存知だと思うんですけども、 WRC っていうのはちょっと何か教えてください、うんうんうん。まあ、ラリーという競技がありまして、やっぱその世界基準のワールドラリーチャンピオンシップっていうのが WRC っていう位置づけでですね、まあ、メーカーが一番参戦する、まあ、ワークスチームがいる WRC1 クラスっていうのがありまして、まあ、WRC2、WRC3 っていうのがあるんですけど、まあ、基本的に改造範囲が違う状態があって、今回あの自分が参加するのはその中で二輪駆動の一番上の WRC の、 あのラリー4クラスっていうクラスに参加させて、大体ラリーっていうと4駆じゃない、そうですよね。で、4駆ってやっぱりメーカーだよね。もう完全にメーカーワークス、ね、そうだよね、はい。そこで今回あれは何で参加？今回はあの二輪駆動の最高峰クラスで、あのプジョー208っていうラリー4っていう車を乗るんですけど、あのラリーその二輪駆動でいうと一番上の最高峰クラスっていう、あれですか、今回は名古屋というか愛知県、そうですね、ですよね。もうかなりすごい力が入っているので、至る所からお客さんが来て、多分何十万人という方が、まあ、1週間ラリーってあのまとめて月曜日から本当に日曜日までずっと選手が毎日イベントがあるので回るんですけども、それだけでもすごいお客さんが集まりイベントです、もう全然知らないですけども、はい、1週間やってるんですか？あのドライバーは基本的に道をチェックしないといけないんですよ。で、コドライバーっていう方が横で乗って道を読み上げるんですけど、形状であったりとか、ここはちょっと危ないから抑えようとか、ここは大丈夫だからもっと全開でいけるよっていうようなペースノートっていうのを作るんですけど、その道を確認するのに、まあ、月曜日から水曜日までこの3日間、あのずっと確認だけで、はい、3日間するんですか？はい、で、実際走るのが4日間、木、金、土、日があの競技で走る日になる。あ、そうなんですか。まあ、一般の道だからやっぱチェックしないと、ね、石がどこにあるとか、溝があるとか、穴ぼこがあるとかね、そうです、はい。あの例えば最高速度っていうんですか、どれぐらい？それはもうそのステージによって違うよね。そうですね、出るところで大体200キロとか、加速が速いんですよ。やっぱラリーカーってそんなにずっと直線が長いところとかはないので、ギアレシオっていうのをすごい短くして、最高でも200キロ、ただ加速はもうすごい速い。あ、4日間で1日どのぐらい走るんですか？大体平均すると150キロステージ距離がありまして、で、まあ、移動含めると大体500キロ、600キロぐらいは走ります。1日だよ。すごい。いや、もうかなり疲労というか、なので常にあのトレーニングしてないと、どちらかというと持久戦なので、なるべく長いこと同じパフォーマンスを維持するっていうのが大事になってきます、どういうトレーニングをなさってるんですか？自分の場合はなるべく長距離のトレイルランとか結構やっていて、まあ、今回組むあのオーストリア人のコドライバー、プロコドライバーの方もいるんですけど、その方がものすごいトレイルランニングの、まあ、ほぼほぼプロみたいな方で、まあ、トレーニングとしてトレイルランをやって、アルプスとかヨーロッパのアルプスの100キロランニングとかをやっちゃうような方で、結構その方からいろいろトレーニングのアドバイスを受けながらやろう。え、じゃあそのヒロキの親父さんはどのクラスなの？はい、自分の今回父親が出るのは WRC からすぐ
あの WRC1 のすぐ目下の WRC2 クラス、四輪駆動の、まあ、そうか、四駆だ、はい、親父は四駆で、ひろきは二駆で、これまたバチバチになるんだよ、親子が。そうですか。親子で、親子でなんかライバルになっちゃうんですか。結構あの全日本出てた時からそうなんですけど、うん、まずチームの、自分の場合新井俊弘に勝たないといけないっていう、まあ、チーム内でも結構バチバチやっていたので父親が勝つと、まあ、チームがハッピーになるんですけど、僕が勝つとチームがこうズーンってこう、あ、そんなもんなの、雰囲気が悪くなるっていうのはあります。だからさ、あの親父は大人げないんだよ。どうせだと本気でライバルと思ってらっしゃるってことですもんね。そうですね。いや、普通はだよ、うん、普通はこのくらいの年代になったら若い子を育てて、ね、若い子が世界に行けるようにする。この親父は違うんだよ。いや、いいじゃないですか。息子をちょっともう潰そうとしてるぐらいで、普通はさ、でもお父さんとしては嬉しいよね、というのかな、ね、まあ、でもライバルだけど自分のなんかね、後を聞いてくれてるのが違うんですか。だから星野一義とか中島悟とは違うんだよ、こいつの親父は。そうです。いや、と言いながら実はなんか大きくなったなみたいな感じでお酒飲んでるとかないですか。家帰って抱き合ってるとしないですか。一切ないですね。本当にそのラリーの結果が全て、自分が勝つとすごい雰囲気悪くなりますし、父親が勝つとすごいチームの雰囲気、全然人間できてませんね。でもいいよね。いや、面白いですよね。面白いですよね。だからもうさ、ひろきんちの親父はもうあの年になってもアスリートなんだよ。あ、そうですよね。そう、もうだから現役ってことですよね。息子として見てないの。そっか、ね、はい、まずそうです、うん、チームの中で勝たないと、ね、他のチームよりまず自分のチームみたいな、うん、そういうところがあります、うん、はい、今回はですね、新井さんに、うん、これまでの競技の中でびっくりしたことなどなどですね、ラリーのエピソードを伺っているんですが、一つ目まずこちらです。お、こんなことがあったそうなんですが、はい、怖い、これ何でしょう。あれ、これ世界選手権で2017か2018だったかどっちかだったと思うんですけど、うん、世界選手権で走ってる WRC2 クラスってもうすぐ一番上から1個下のクラスだったんですけど、うん、まあ、走ってて、この時期だいたい6月7月だったんですけど、すごい乾燥してるんですよ、うん、ポルトガルという地域が、うん、でその時やっぱ自然火災も多い中で、まあ、ラリーやったんですけど、うん、たまたまそのちょっと高層風した時に枯れ葉がエキゾーストにくっついちゃって、うん、30秒ぐらいでもう一気に火がバッて上がっちゃったのがあります。どこが燃えたんですか。あの、まずマフラーの一番テールの部分が枯れ葉があったんですけど、本当にこう高層風オフしてそこについて、でもすぐ炎みたいなのが上がっちゃったんで、もう30秒ぐらいで車から脱出した。今度写真撮ってる場合じゃないじゃないですか。もう何も消火器がまだ届かなかったんで。撮りに行けたところみたいになったんです。写真撮るより火消せっつの。一応あの自動消火器というのがついてるんですよ、うん、ちゃんと FIA の自動消火器がついてて、すぐ押したんですけど、うん、こんなに炎が上がって、うん、消火器ぐらいで消えるもんですか。消えないね。でこの3分後にはもう消防隊が来てくれたので、ね、すぐ鎮火はしたんですけど、この時はもう、じゃあこれでもうレースは途中でおしまいってことですか。もうこの時はもうこれでリタイアっていう形になります。あ、丸焦げだ。完全に。じゃあ中にいたら焦げてたんじゃない。丸の中にいたら、はい、炭になってます。丸焦げだ、まあ、チームって本当に大炎上だ、はい、取ることね、ほら、要は4点ベルトですか、してるですか。なんかこ焦って取れなくなっちゃうとこないんですか。意外と冷静で、その高層風らしい高層風でもなかったんですよ、うん、本当にこうゆっくり行って止まっただけだったので、うんうん、これすごいね。だけどこれだとさ、お客さん押してくれたらすぐ出れそうだけどね、うん、そうなんです。あと5分ぐらいこう燃えるのが遅かったら、うん、そのまま戻ってます。でも戻ってる最中にまた燃えちゃうもんね。そうですね。余計危ない、余計危ない、余計危なかった。はい、じゃあ次は、はい、北極でやってんの。あの、やっぱりラリーってどこでも、まあ、人が住んでる場所であれば本当にどこのエリアでもやるんですよ。でも北極でやるんですか。で、自分が住んでたの2、3年フィンランドっていう国に住んでまして、でその時にあのフィンランド選手権の第一戦がですね、北極圏のアーティックサークルっていうんですけど、いいあのロバニエミっていうすごい綺麗なサンタクロースの街で有名な場所で、うん、サンタクロースともあったんですか。ああ、いました。はい、サンタクロースいますね。真面目な顔で言わないでよ。いやいや、それ新井さんに聞きますよ。いや、嬉しいなと。あ、本当だ、合ってる。これ合ってるよ。サンタクロースビレッジっていうところで、ほら、やっぱり合ってるよ。いいなぁ。で、この北極で何が
何があったの？北極でまあ出場してるんですけど、まあ、基本的に温度がものすごい低いんですよね。マイナス30度、マイナス40度、で、稀にマイナス50度まで行くんですけど、うん、基本的にマイナス50度まで行ったらもうアナウンスが出て車から外に出ない、もう10分いたら凍っちゃうんで凍傷になっちゃうんで、なるべく助けが行くまでは車の中で静かになるべくあったかくしててくれる。 あれですか、マイナス50ですと例えばオイルがね凍っちゃうとか、そ そういうなんかラジエーターの水がどうだとかそういうのはあります。なので車をメンテナンスするときは絶対外でメンテナンスしないんです。ダメだと、なるべくこうあったかいそういう工場みたいなのがありまして、そこでメンテナンスしないと少しでも外に置いとくと一瞬で凍っちゃうので、命の危険を感じるのが北極だいすごいな。マイナス50度の下って、はい、これ雪になってるんですけど、はい、固くなっちゃうんですか？結構面白くてマイナス10度までは柔らかいんですよ下が、なんでそのスパイクタイヤの種類とかも変えるんですけど、マイナス10度からマイナス20度になると今度下が固くなるので、どんどんグリップが上がってくるんですよ、普通のタイヤでもグリップするようなコンクリートみたいになって。あ、そうです、そうです。新井さんはこれも22歳で行ってるんですか？22歳で、はい、ここに行かせていただいて。でも22歳でさ、こういう経験できるって素晴らしいね。この頃はまだ親父が大事にしてたんだよ。あ、そう。親父がまだひろきは俺んとこまで来てねえなって、まだ可愛がってた時期。今はもうライバルだから。お父さんを超えてるんですか？超えて、まあどこどこだよね。まあそうですね、全日本選手権では少し勝たせていただいたんですけど、はい、だから勝つようになってから仲悪くなった。あ、そうですね、2020年に勝っちゃったんですよ。シリーズチャンピオン取ったら父親はもうずっとお前がチャンピオン取ったら俺は引退するって言ってたんですけど、20年になった瞬間に引退せずにそのままバチバチバチって今度は多分レース前に下剤とか飲まされました。今のところ大丈夫です。すごい気を使ってこう、はいはいはい、ではですね、続きまして新井さんの思い出のレースを VTR とともに振り返っていただきたいと思います、それがこちら。これ勝った時ですよ。これが、はい、全日本でチャンピオンを取った時の。かっこいいな。これは九州ですね、佐賀県唐津市という。これはこれもあるとこの場所を通るのに何日も、そうですね、全日本選手権の場合距離がそこまで長くないので、だいたい1日下見する日程が決められていて、2日間はこうやってずっと走っていて、まあ合計3日間。これ何時まで走るんですか？この時は初日がナイトステージだったので、夜、土曜日は夜結構夜遅くまで7時ぐらいまで走ってたんですけど、あれですか、例えば、猿とかね、なんかそういうイノシシ、そういうのが出ます、出ます、ね、よくほらあるんですか、鹿とかね、だからゼッケン1番の人が一番やっぱリスクが高いんですよ、車が通ってない中でいきなり走るじゃないですか、やっぱ鹿に遭遇する確率が一番高い。ねえ、猿とかさ、日本中野生動物多いから。会ったことはないんですか、熊とか？あ、結構あります。海外いるときは普通に牧場の中も走ったりするので、ポルトガル走ってるときは牛さんがこう道を渡ったりとか、そういうときは止まらないといけないんです。怖いよね、はい、車が壊れちゃうんで牛にぶつかると。これあれじゃ、横のナビゲーターっていうんですか、はい、この方との息も大切ですね。そうですね、自分なんかその小坂さんっていう方が横に乗ってて、大学時代からずっと一緒に組んでたので、本当にお互い知った仲といいますか。面白いっていうか、でも大変だなもっとあれですよ、日本はこういうラリードライバーが評価されてもいいですよね、そうですね、まあ、少しずつ。女性にモテるんですか？女性には残念ながら男にすごいモテるんですよ競技的なこうイメージとして。やっぱりなんか男からモテる競技なのかなっていうのは、なんか街歩いて、あら、新井さん今日抱いてとか言われたことはないんですか？メキシコメキシコとかラテンの国に行くと、ポルトガル、スペイン、メキシコはすごいですね。ほら、街歩くだけでちょっと写真撮ってとか、もう今日返さないとかやれちゃう。もうそんな感じ、本当にそんなイメージですね。いいね、メキシコ。いや、行きましょう。土屋さんの頃はモテたでしょ？まあ、とりあえずは。いやだけど今ね、トヨタがものすごい力を入れてるの、ラリーに。あ、そうですか。だから本当なんかね、日陰のスポーツだったんだけど、今すごいね。今すごいです ね。トヨタ秋夫さんがもうラリー、ラリー、ラリーで、自分もラリー出るから。GR のね、そうヤリスとか。
いやだからあの人がねそのラリーを表舞台にねのし上げたよね。そうですね、ものすごいやっぱり助けていただいて、ね、ここまで、うん、あのよく GR ヤリスって言葉聞きますよね、はい、例えば日産だと何があるんですか。日産だと車両的にそうですね、ニスモーラとかものすごいレース車両としてはかっこいいですし、ね、あれにこうエンジンがしっかりマニュアルトランスミッションでエンジンはバチッと決まってものすごい、うん、まあスバルも当然やってますよね、はい、うん、やってますね。ではですね、今後の、はい、新井さんの活動を教えてください。うん、あの WRC ジャパンがあのこの1週間後にございまして、うん、あの今回はですね、うん、なんとあのアヘッド、うんうんうん、アヘッドジャパンレーシングチームというのを立ち上げまして、うん、本当に初めてでゼロからのスタートになるんですけども、うん、あの今後あの WRC 含めてさまざまなラリーの活動も続けていけて、うん、まあ、レースも含めてやっていけたらいいなと思っていますので、うん、はい、応援のほどよろしくお願いいたします。ここがベースになるんだね。そうです、はい、アヘッドがね、応援しましょう、ね、応援しましょう、よろしくお願いいたします、はい、では今回はですね、ラリー車は大会に向けて制作中ということなので、はい、そのベースとなるそのプジョーの市販モデル、はい、ご用意しております。見に行きましょう、はいはい、車の話番組 YouTube では公開映像や特別映像を公開しています。チャンネル登録お願いします。